つ目こちらです。じゃん、じゃん、人生は出会い、はい、ということなんですが、こちらはこれ実は私の敬愛する、うん、建築家の田上義和先生の言葉なんですけども、はい、と同時にですね、はい、私が最終講義をした時のタイトルが、はい、この人生は出会いということで、はい、副題として建築家研究から南サハリン調査までっていうね副題がついてるんですけども、そこの建築家研究というのは実は先ほど言ったそのこの言葉の、まあ、座右の銘にしている田上義和先生と、うんうんうん、で実はその田上義和先生との出会いが始まる前に僕は大学卒業して助手になった時の研究テーマの一つとして、はい、マックス・ヒンデルっていうですね、はい、スイス人の建築家の研究を始めてたんですね、うん、でそのヒンデルが北一条教会っていうのが今あったんですけども、はいはい、その北一条教会を設計するにあたってそのヒンデルさんとこの田上義和さんの、まあ、言ってみれば指名コンペって言いましょうかね、そのコンペをやったということを知ってて、うん、でその話を田上先生のところに聞きに行ったのが2つ目の出会いなんですね。なるほど。へー。で、まあ、その頃田上先生っていうのは実は北海道で重鎮って言われてる先生なんですけども、はい、その先生のところに行くと、うんうん、もう1時間以上その若造が言ってるのにちゃんと話をしてくれるわけです。ですごい素晴らしいなということがあって、はい、それ以来実は先生が亡くなるまでですね、うん、ずっとお付き合いをさせていただいた先生なんですね。恩師、大恩師ですね、うんうん、で実はうちの歴研にですねもう一つ歴研のアーカイブっていうのがあるんですが、はいはい、そのアーカイブの中の一つがですね実は田上先生の戦前の設計図が500数点、うん、私のところに一応まあ過渡として預かる先生から預かったのがあるんですがそれ今うちの歴研のアーカイブの中にですね、うん、一応今田上家から、まあ、帰宅を受けて置いてるという、はい、でその中には実は帝国ホテル東京にある帝国ホテルのですね、実はその設計者フランク・ロイド・ライトっていうんですけどもアメリカの建築家なんですけども、はい、そのライトさんの、はい設計したその帝国ホテルの設計図、まあ、平面図1枚なんですが、うん、大体畳の大きさぐらいのやつがですね、うん、なんと多分すごいお宝だと思います、うん、それも、アーカイブの中にあります。それ閲覧できるってことですか？いや汚れるので、うん、そうですよね。マイクロフィルムに撮ってあるので、はいはい、小さな図では見れるようになってますけどね。ああそうなんですね、うん、もう貴重なアーカイブですね、うん、でもね、でさっき言ったそのフランク・ロイド・ライトの設計した帝国ホテルの事務所に、うん、田中さんは若い時に若干22、23歳の時かな、あ4、5ですかね、うん、の時に、まあ、先生についてのライトについて、まあ、指示したということもあるんですね。うん、素晴らしいですね、うん、でちょうどその帝国ホテルのオープニングの日が関東大震災で、はい、それで、まあ、東京が壊滅状態になって、で先生はその、まあ、アメリカのライトのところに行くかそれとも、うんまあ、親戚もいるしそれから実は田上さんってちょっと田上さんの話ちょっと長いんですけども、うんうんはい、田上さんってこれそうかな、これもね先生が書かれたこれは学位論文ですねすごいねこんなの熱いな先生これ作るも大変だったんですって昔そうなんですよ。パソコンじゃないからワープロで作ったのが2段組なんてのは2段組なんかね大変なんだよって今聞いてたとこなんですけどご苦労されました。いえ、ねうんまあ、暑さだけ暑いといういやすごいですね。僕の研究テーマっていうのは、はい、実はその田上さんや、うん、マックス・ヒンデルと同じようにですね、うん、つまりこう人研究なんですね。ですねはい。でもともと当初はまあ建築家研究だったんだけども、はい、建築家だけでは建築は作れない、うん、でそこにはやっぱり建設業者さんやら職人さんがいないと作れない、うんうんうんはい、でところがその職人さんだとか建設業者さんの資料ってなかなか残ってないんですよね。うんで結局そのオーラルヒストリーじゃないけどヒアリングしたり、はい、誰かからいろいろ聞いたりしてそれをまとめなきゃなんないんですが、うん、なかなかですね今名前だけで4000人ぐらいの名前出ててもそういう数ですか。はなかなかその一人一人をですねきちっと分かるってなかなか大変なんですね、はい、で多分全部そのねそこのご遺族のところへ行って聞けばできるのかもしれないけどなかなかそういうこともできないし、うんうん、だけどもやっぱり少しでも分かることを今僕が書き留めておくことによって、うん、次の世代の人があそういえばここの建物も この
あの大学さんの名前出てたなと思うと、うん、そこで、まあ、研究がさらに展開しますよ ね、 そ う、 ですね。でそういうふうにつなげていければいいなというのが一つと、うんうん、実はあのうちの建築アーカイブにもう一つ棟札っていうのがあるんですよ。棟札って分かります？分かんないです。あの建物はあの骨組みができた時に上棟式ってやりますよね、はい、その上棟式の時に、はい、その工事の安全とそれから家内、うん、あの安泰を願ってですね、はい、こう木の札に、はい、あのその上棟式の日付だとか関係者の名前全部書くんです、はい、その棟札を見ると、うん、誰が設計したとか誰が大工さんだったとか誰が石工さんだったっていうのが全部わかるんです、うん、だから僕たちにとってはそれはすごい大切な資料なんです、はい、でまあ、それがあの屋根裏の中にですね、収められることがあって、ところが家とか壊しちゃうと、うん、それを持ってる方はなんか捨てたいんだけどでもなんかこうやっぱりあの御事のりを上げられてるので、はい、なかなか捨てられないですよね。それで扱いに困って僕のところに大学時代からですね、こんなのがあるんですけどって持ってきてくださっていて、たら私が大事に保管して差し上げますっていうのが集まってですね、実はうちのアーカイブの、まあ、発端になってるんですけどね。あ、普段あんまり見えないようなところに、そうです、屋根裏のだから、ね、見えないところに置いてあるか、うん、知らないで壊しちゃう人もいたりして、 いると思いますね、うん、でも僕たちにとってはそれもすごい重要な建築の資料になるんですね。でそれもうちの、まあ、アーカイブとしてですね、はい、まあ、ですからその扱いに困った人はぜひうちのアーカイブに、うん、あの寄贈していただけると、うん、生涯ずっと大事に取っておきたいなと思います。そうですね、あの周りにそういう方がいらしたらちょっと思い出してお問い合わせいただきたいなと思いますけれどもそうやってすごくね、人をつないでいくっていうところが、本当にあの恩師の言葉でもあり、最終講義のテーマがこれだったんだそうですけれどもね、私もいろんなところで先生お会いしますけど、必ずしもその古い建物の方だけじゃないし、なんかアート系のイベントやら、なんかそう出版系のイベントやら、いろんなところでねお会いするんですよ。でその人脈作りっていうのもあのお仕事をしていくうちで、あのうちですごい大事なところだったみたいですね。あの先ほど言ったように、まあ、長い女子生活だった時に、はい、先ほどもちょっと言いましたギャラリー の、はい、あの企画なんかもやらさせていただいてて、うん、でその時に実は あるあのギャラリーで、うん、私が、まあ、あの座長をやらせてもらったのがあったんですが、はい、でそこは、まあ、その空いたあのショールームの一部をですね、なんとか、まあ、有効に使いたいと相談があって、うん、じゃあギャラリーにしましょうと、うん、でその時にちょっと若かったもんだから、はい、2週に一遍の企画でいいんじゃないのっつって2週に一遍やったんですねそんなスパンで、2週に一遍大変だったんですね。でその時にあの僕たちはまあ全部ボランティアでいいですと、でただし条件として、うん、一つはポスター、それから DM、うん、これあのまあ普通だとそのやる側が ね、 そうね作りますよね、はい、そうじゃなくて、うん、そのスポンサーであるその会社ギャラリーで全部出してください。なるほど、アーティストには負担がかからずにできていいですね、うん、一つね、はい、うん、もう一つ、はい、その人との出会いじゃないんですが必ずオープニングパーティーをやってくださいとそれも、まあ、ギャラリー持ちで、でそれはゆくゆくはそこの、うん、会社のショールームに、うん、たくさん人が来てくれる先行投資だと考えてくださいと。なるほど、上手ですね、上手ですね。で何のことない自分たちが楽しみたいっていうね、その思惑があったんです。でも、はい、それで本当にだいたい1回のオープニングで50人とか60人来て、それが2週間おきだと、もうそれだけで名刺がもうすぐに切れるぐらいです、ね、いやそうですよね、たくさんの人がね出会えて、その時にアーティストの方もそうです、それからそれに連れられてくださる人も来てくださる人もいて、ファッションの人から、うん、まあ、うち の、 あの実はギャラリーの企画会議にはファッションの人、それから家具の人、それからグラフィックデザイナーとかもちろん建築家等々ですね、それから、出版関係の人とか、そういう人たちで皆さんボランティアで集まっていただく、そうするとそれぞれの人脈がありますよね。そうですね、でそういうことが全部こう固まって、うん、まあ、最初の人たちは2週間全然何らかこなしてたんだけど、うん、当たり前ですけど2週間の企画って大変ですよね。いやそうですよ、そりゃ札幌人図鑑より大変かもで、まあ、その後、まあ、1月単位でした、はい、ね、でも1月でも大変でしたけどね、うん、いやそうでしょうね。でやっぱり穴の開く時もあって、あその時に、うん、ある時に穴が開いちゃってどうするって言うんで、
僕の家にあるですね、はい、父や僕が海外行ったりいろいろ時に集めたいろんなものを集めてガラクタ集めてですね、ある家族の記憶っていうそういうね企画をやったこともあります。なんだそりゃって、なんとかかんとかつないで穴開けないように頑張ったって、これいい話ですよそうなんだ。でその時にそのギャラリーって、まあ、私がその座長やってるだけあのギャラリーだけじゃなくてですね、はい、その頃って例えば我々ちょうど、まあ、30代から40代ちょうどその、まあ、元気のいい時だったんで、うん、実は建築を勉強する人たちがその建築塾っていう塾を開いて、うん、はい、でそれは何のことない自分たちが例えば海外行った時のスライドをみんなに見せる会とかでその後飲むっていうですねいつものパターンなんですよ、はい、でそのそういう会をやったんですが、その会をやるときにやっぱり何か会一回一回まあ会議室を借りたりいろいろするんだけどそれで大変なので、はい、なんかそういうのができる場所があるといいねっていうんで、うん、いくつかですね例えば当時イナックスさんとかですね、うん、それから ABC 商会さんとか、はい、いろんなところがギャラリーの場所を提供してくださって、はい、それの企画を建築塾でやるっていうことがあったんですね。すごくいい、うん、まあ、ちょうどメスナ企業のですね、はい、メスナがあった時代なので、はい、そういう意味ではその企業の側もすごくこう積極的にそういうのを応援してくれて、うん、そういう意味ではすごい恵まれた時代だったのかなっていうのがありますよね。今ちょっとずつ企業さんで空いたスペースを、うん、じゃあちょっとこれギャラリーにしましょうかとか、うんうんうん、なんかそういうサロン的に使えませんかね、はいはい、みたいな話が最近盛んになってきたし、うんうん、いろいろそういうところをこう探す場所を探す若い人たちもね、うん、増えてきたように思うんですけど、加藤先生の話聞いてると結構先駆けですね。あ、そうかもしれないですね。そういう動きの、うん、すごいやっぱりそういう意味では理解があった方々が随分いたっていうのでですね、街、うんうん、づくりとかアート系イベントでなんか建築の人がどんどん入ってくるってもう分かる気がしました、うん、そういうネットワークをやっぱり加藤先生時代からみんなこう作ってきた人たちが今やってるんじゃないですか。ただねちょっと思うと、うん、その次の世代の人たちが入りづらいっていうのがあるみたいで、うん、だからちょうど我々のだからどこ行っても昔から知ってる人がいるわけですよ。で重鎮たち、ね、あれもっと若い人いるはずなのにって大体いろんな会合だとかいろんなこう会があったりイベントがあってもいつもなんか似たような人がいてね、どうしてなんだろう、うん、できっとねそれは若い人たちは若い人になるのまた違うなんかこうグループなり、うん、多分活動の仕方してんだろうなっていうのは想像つくんだけども、でもなかなかねこう後継者問題じゃないけども、うん、そういうのに次のステップにならないなって感じがちょっとあったね。まだまだじゃあ先生頑張りどころですね、ここねここの宝がちゃんとこう謎が解けるまでというかというような気がいたしましたが、先生は、理系の中でもすごく文系寄りといいますか、いっぱい文章を書いたり人をつないだり場作りをしたりっていうところがですねお父さんの DNA 色濃いなというふうに思いながらお話を伺っておりました。さあそれではこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです。じゃん。